ははいこんにちは藤吉敦です看護師をしたりアムエビジネスをしたり報酬制度のある草サッカークラブインディビディアルユナイテッド FC の立ち上げに取り組んだりしていますこの配信では自分の経験や勉強したことを発信することで自分自身の学びを深めるとともに副産物的に誰かの役に立ったらいいなと思って配信しています本日は投資の順序について話してみたいと思います えと僕がこのビジネスを始めた時に、えー、日用品が投資、えー、という意味合いを持つよというような説明で、えー、と分かりにくかったなっていうかですねそういうふうに、えー、よく理解できなかったんですけれどもで僕自身も、えー、と人に、えー、アメ製品の えー、その本質的なものですね仕組み的なものをマーケティングプランという形で一生懸命説明するんですがやはり投資という言葉を使うと、えー、多くの方が株式投資とかですね、えー、すぐにお金を売るもの、えー、不労所得のような。 収入を得るもの目的のためのものだというふうに解釈しやすくて、えー、と僕自身の経験でそうではないなっていうふうに感じていることとやはり、えー、ご説明した時にですね、えー、そこの相互、えー、というか、えー、すれ違いがあるなと思うので僕自身の経験の中であと最近の勉強した中で得た言葉でもって少し説明してみたいなと思います。えー、と投資というのは5段階あるんですね でまずは、えっと、自己投資ですね。えー、それは、えー、勉強することですね。情報を得ること。で自分で考えてみること。で情報をしっかりと噛み砕いて、えー、咀嚼して。 自分が人に話せるようになるっていうような自己投資ですねでこれをまず一段階目に必ずやってほしいなと思います栄養学を勉強するとか経済のことを少し学んでみるとか何しろインプットしアウトプットしそして自分の血肉にしていくという作業ですね でこれは、えっと、皆さんお一人一人僕自身もそうですけれども今の生活に役に立ちますし今のお仕事に役に立つ学びが多いと思いますので本を読むでもいいですしセミナーに参加してみるということもいいと思います。何しろそこは、えっと、お金を払ってでも、えっと、学んだ方がいいっていう意味合いにおいて自己投資という表現を使って差し支えないなと思っています。そしして2段階目、えっと、自,分自分に対する投資をしながら次に どういうところに自分の時間やお金体力という資本を投じていくかですね、えー、というと次は人脈ですね、えー、人脈投資、えー、自分が知りうる限りのことだったり自分ができる限りのことには限りがありますので、えー、僕ら自身あるいは皆さんが、えー、何かやってみたいとかこういうふうになりたいって思うものを応援してくれるドリームサポーターって呼ばれるような人たちとのつながりですねそういう人脈に対して、えー、投資をしていく 人脈形成に対事業投資ですね。事業投資。あなたの発信であなたが作り出すビジネス。その事業に対して時間とお金と労力、資本を投じていくという段階ですね。なので、この事業投資っていうのをもちろん自分一人でスタートするんですけれども、それを応援してくれる人脈や それを実現するためのの学びがないと、こ事業投資という段階に差し掛かってもですね、まあ、決してうまくはいかない進んでいかないというのが事実ですのでこの段階でなかなかうまくいかないという場合はやはり自己投資勉強をしてそして人脈投資たくさんの人からまた学びを得られるようにするという段階をしっかりと繰り返していくというのが必要になると思います。 そして事業投資というのが進んでいくんですけれどもこれはですね決してフロー所得とかですねあるいは権利的収入とかですねキャッシュフローとか呼ばれるようなそういう段階では決していなくってまだまだそういう段階ではなくってあくまでも自分が動いて自分のパフォーマンスにおいて得ていく収入っていうのを作っていくそれが事業投資という3つ目の段階ですね。 なので、この時点で、自分の自転車を一生懸命漕いで、で、坂を登って、で、漕ぐのをやめると、あっという間に戻ってしまう、転んでしまうっていうような時期ですので、この事業投資というのは、僕の体感、あるいは僕のビジネスにおいては、 えー、自分の人脈自分のネットワークがですね人脈が100人を超えるぐらいまでは、えっと、一生懸命汗をかいて、えー、どんなに反対されようともそれに負けずに続けていくっていうのが非常に大事な段階これが事業投資ですね。 で100人を超えていくとです、ね、これは一つの臨界点になるなと思ってるんですけれどもそれを超えていくと確かに、えー、とある程度の収入安定した収入っていうものが、えー、得られるようになってくる場合が多いから僕の場合はそうですね。えー まあ生活のすべてとは言わないけれども半分かあるいはえまあ人によってはすべてが賄えるぐらいの収入というのを作っていけるんじゃないかなと思うんですねでその先がですね、えーとたえー、とその4段階目で初めて、えー、と経済投資ですね株式であったりとか、えー、そういったそのお金が働いてくれるというような、えー、段階の投資皆さんが僕らがすぐにイメージしやすい投資というのは、えー、5段階中の4段階目ですよと。 でえっと、僕らのビジネスにおいてでは年収1000万を超えたあたりぐらいからかなあるいは年収2000万を超えたぐらいからかなっていうふうに僕の中ではイメージしているところですねなので僕自身が何か株式をやってみたりとかっていうのはまあ勉強のためにやってみるのはいいかもしれないですけれども、えー、不労所得のようなものを得るためにやるっていうのは少し、えー、違うなと自分自身で解釈していますそしてその、えっと、経済投資というものを経て、えー、本当に大きな、えー、資産ですね を形成すするににに至った場合に、えー、その先には、えーとですねえー、と寄付投資ですね最終的には寄付、えー、まあスポンサーになってみるとかですねチャリティーをやってみるとかですねそういうところにしっかりと自分の資本を投資これはあの自分に対してのバックというよりは社会に対して、えー、こう投じるものですから、まあ、巡り巡って、えー、期待しなかったけれどもでも例えば帰ってくるのはお金ではなくてあるいは人の喜びであったりとか、えー、誰かが 誰々、えー、さんの投資のおかげで誰々さんの、えー、寄付のおかげでは、えー、私はこういうふうになれましたっていうようなその貢献心っていう部分の、えー、段階かなというふうに思います。ということで、えーっとまあ、ここまでねいけたらいいなと思います僕のメンターがですね、えーっと「本当に世界の富豪は仕事が寄付っていう人もいるのよ」って、えー、言っていて「その仕事が寄付って何ですか?」みたいなでもそういう段階に自分の人生において。 至ることができきるのならそこは目指すべきい,ただきだなというふうに、えー、駆け出しの頃感じたのを覚えています、えー、皆さんも投資って、えー、一言で言ってもこういう5段階に分けることができるその投資の段階をですね一つ一つ、えー、理解していくことそして一つ一つ人に説明しながらその投資という言葉を扱うっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思います、えー、皆さんの一日が過去最高の一日になることを願っています藤ででしたたそれではまた